とマイクは。はい、よろしいでしょうか。はい、では改めてですね、これから、トークということでイベントを行いたいと思います。どんどん本当近くに来てもらって構わないので、この企画に関してはまず高橋あゆみさんの方から写真をこうこのビジョンに見せながらという形ですね。20分ぐらい話していただいて、その後私たち話すという形でいきたいと思います。はい、Please feel free to come nearer to the stage if you'd like to come closer. はい、そうですね。はい、ということでじゃあ始めていきたいと思います。トークイベントですね、人は踊る、始めたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず話すね、トークをしていただくお二人をちょっと軽く紹介していきたいと思います。まずは右手の方ですね、高橋あゆみさん、コジカネットという、民族芸能を、皆さん紹介していくというそういう、インターネットのサイトを中心に行っている方です。すごく幅広いいろんな活動をされている方なので、今日話し尽くせるかわからないんですが、ギュッと短くしてもらって話していただければ。まず高橋あゆみさんです。よろしくお願いします。そして、こちらがですね、今回人は踊るというタイトルの名付け親でもあります、東間志功さんですね。東間さんはもともとカメラマンでもあり、それからパンフレットにあるようにいろんな祭りイベントを企画してきた、歴史を持っていらっしゃるので、本当に人は踊るってどういうふうにこの名前をつけたのかというのを含めてですね、それ後で、みんなで話が聞けたらなと思っておりますので、東間さんもよろしくお願いします。はい、そしてところどころ英訳でマトさんにまたお願いしたいと思います。では高橋さん、早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はじめまして、コジカネットの、高橋あゆみと申します。よろしくお願いいたします。先ほど演奏されていたの郡上踊りとマットさんの演奏、最高でした。もうずっとまだこう聞いてたかったんですけれども、まだまだこの後もイベントは続くということで、皆さんちょっと一息ついてリラックスしながら、モニターをご覧いただきながら、お話できたらと思います。ご紹介いただきましたように、コジカネットは、伝承者でも研究者でもない一ファンの、視点からですね、します。こちらがサイトなんですけれども、一ファンの視点から、郷土芸能の魅力をお伝えできればと発足した、ウェブサイトでございます。これまで80団体ぐらい訪ねさせていただいたんですけれども、その中で時にこう一緒に踊り、一緒に時に飲んだくれ、そしてですね、朝まで語り合ったりしながらですね、なんなら後片付けも一緒にしながら、地元の方々と一緒に、時間を共にする中で見えてくるもの、そういうものを大切に、芸能の現場を学ばせていただいているところでございます。このちょっと左手にいるのが私です。はい、ですね、たくさんご紹介したい芸能はあるんですけれども、今日はですね、韓国の能楽というものと青森県の八戸エンブリーという非常に共通点の多い、2つに絞りまして、今回のイベントのタイトル「人は踊る」になぜをつけまして、人はなぜ踊るのかということを現場の視点からお話しできればと思います。まずは海を越えまして、韓国の芸能能楽というものを紹介します。韓国の、チョンラホット、コチャン郡ハジョンリという西海岸に位置する、ところですね。このソウルから9時間ぐらいバスで下った西海岸、西沿岸の、位置するところのお祭りに、3年前の2月に、訪ねまして、そこで行われた豊漁祭、要するにこう大漁祈願祭の、ワンシーンを今ご覧に入れております。
実はですね。で、農民の農に農学の音楽の楽という字を書いて、農学と呼ばれる、もともと農民の、芸能がここで行われるんですけれども、農民なのになんで演歌部でって思われますが、豊年豊作、お米がたくさんできますようにという願うあの農学士たちの、ね、沿岸部にもこうやって出向いていてですね、お魚たくさん取れますようにっていうふうに大漁を願ってお祭りに参加することもあるんですね。これは、最初に恵みをもたらす海に向かって、人演奏しているのがこちらのスライドになります。はい、でその後ですね、農学の一行は村の工場とか、民家を訪ねていくんですけれども、その道中ですね、お分かりいただけますようにこう真っ白ですね、めっちゃ寒いんですよ。周り全部雪ですね、白いので。気温でいうと、マイナス5度くらい、沿岸部だったことも風も猛烈で、体感的にものすごいこう寒かったです。で空もなんかこうどんよりしてるし、人こう住んでるはずなのになんか寒すぎて誰も出てこないし、 なんだここ、本当にいてつくようなモノトーンの景観の中だったんですけれども、そんな中をこう農学の一行がですね、カラフルな装束を身につけて一列でこう歩いていく姿というのも本当に美しくて、家にこもった人たちもこうちょっとぴょこぴょこ顔を出して、なんだみたいな感じで顔を覗かせたりしていて、なんかこう凍りついた地表に花を咲かせていくような、こう土地に命を吹き込むような、なんかそんなような印象を受けました。でこちらアサリ工場を片付けしているシーンなんですけれども、普通に作業している脇でですね、演奏するんですよね。でいかにこう暮らしに根付いているのかっていうのがこうよくわかるワンシーンだと思います。で映像でもぜひ見ていただければと思いますので、ご覧いただければと思います。音響さん、韓国農学の動画をお願いします。いきなり爆音になるので注意してください。これ実はノーカットだと30分ぐらい続くんですね。一軒一軒そのぐらいすごい長い時間をかけていくんですけど、このトークでそれ全部見せるとそれだけで終わってしまうので超絶カットしました。ですが、ね、この途中のやり取りが実は本当に最高で爆笑で素敵なので、もし興味ある方いらしたらあちらに写真いっぱい貼ってあるこちかネットのブース来ていただけたらノーカット版でご覧いただければと思うので、ぜひいらしていただければ。すみません、ちょっといいですか。はい、もちろん。あれ作業、仕事してる時に他の人が仕事やって、はいはい、おばさんは作業着で踊ってるじゃない。あ、そうですね。あれはどういうことなの。なんかこう途中で、なんか面白い人たちやってきたなっていうので、なんか楽しそうだから私戻るわみたいな、そんな感じで。あれは各工場とか家とか訪ねていくんですか。あ、そうです、そうです、おっしゃる通りです。で、その一軒一軒で各30分ぐらい時間をかけて。わかりました。面白い。服を呼び込んでということですね。観光客とかそういう人たちはいないんですか。いや、全くいないです。もうお伝えしようと思ってたんですけど、もう韓国ソウルからバスで9時間って話しましたよね。本当にもう、まあ、言っちゃあれかもしれないけど、ど田舎なんですよ。はい、で言葉ももちろんこう英語も通じませんし、ちょっとどうかなと思いつつ、でもだからこそこう現地の方の表情の変化がすごくこう印象深く見ることができた。はい、ですね。ありがとうございます。はい、でですね、ちょっとこう駆け足で恐縮なんですけれども、続いて青森県の、八戸エントリーというものにこう移行していきます。八戸ってどこか分かる人手挙げてください。はいはいはい、いいですね。
でその中でこう八戸エンブリっていうものをこう見たことがある人、聞いたことがある人でもいいですか。あ、いいですね、いい感じですね、はい、いい感じです。で、八戸っていうのはね、ここです。ちょっと拡大してみましょう。こうちょうどあの青森県と岩手県の境にある沿岸のエリアになりますね。三陸の沿岸地域になります。でですね、エンブリっていうものなんですけれども、さっきの地図でお見せしましたが、あの沿岸地域っていうのが冷たいこう北東から、冷たい風ですね、ヤマセっていう悪いやつがこう悪さをしましてですね、農作物に深刻なダメージを引き起こす、冷害っていうものをもたらすですね、なんか地理の授業で聞いたことあるかなと思うんですけれども、で昔から農業をする上で非常に過酷だった土地と聞いています。でそんな環境から、生まれた芸能になります。でこちら今ご覧いただいている写真のがエンブリなんですけれども、農耕馬の頭をかたどったエボシという帽子をかぶってですね、まるでこうお馬さんが本当に、頭を振っているような、大きな所作が特徴の芸能です。で先ほどの韓国の祭礼と同じく2月、つまりあの旧正月の時期にですね行うもので、こちらも同様に春を呼ぶ芸能というふうに呼ばれて、法然祈願の芸能として、700年以上ご伝承されているというふうに言われています。で冬の間眠っている他の神様を、おい起きてって、そろそろ春来るからそろそろ起きてくれないと田んぼ の準備できないから早く起きてくれって、で揺さぶり起こしましてですね、今年も、豊作でよろしく頼みますよとこう神様に、挨拶するわけですね。さっきお話しした能楽ととっても似ているお祭りになります。で、まあ、白いこう風景を行く姿も韓国のものとすごくよく似ているかなと思うんですけれども、で先ほど烏帽子をかぶった踊りをあのエンブリスリーというふうに呼ぶんですけれども、それ以外にも福を呼び込む松の舞や大黒舞、沿岸部なので恵比寿舞なども一緒に踊ります。で私がお世話になっているハッタロエンブリ組、ハッタロという地名のここで行われているエンブリの人たち、ハッタロエンブリ組って呼ぶんですけれども、そこではこう下は、ね、あの写真の中央にいますけど、下は2歳、上は79歳のおじいさんが参加していて、総勢30名の芸能の組になります。でそれにこうまかない班のお母さん方を加えたら、総勢40名ほど、さまざまな巨大な家族が、こう丸ごと芸能をやっているような感じでして、でそれが丸ごと祭礼期間の4日間、こう毎日一軒一軒門付けして、地域を巡って服をつけていくっていうものになります。この子たちの衣装はこれ、ね、よく見るとすごい手作り感あふれてて、左側の、男の子たちがピカチュウの衣装で、ピカチュウ右側の衣装の人たちはアンパンマンが、アンパンマン、これ工夫されてるんですね。そう、工夫されてお母さん方がそう作ってあげてるっていうものですね。ちょっと違う感じですね。そう、でもこうしないとね、子供たち来てくれないみたいです。でこの2歳からステップアップしていくと、ピカチュウからアンパンマンになり、アンパンマンから上になりっていう感じで、その中でランクがあるんだ。俺早くアンパンマンに来てるしみたいな、なんかそんなのよく聞きます。でちょっといくつか片付けの様子ですね。これがあの八戸で有名なのんべい貝の弥勒横丁っていうところで、これ別のエンブリ組なんですけれども、が片付けしてる様子ですね。こんなのゲリラ的に行きます。あるいはこういう定食屋さんで超狭い中でエンブリスリーがあって、でお客さんは構わず定食を食べるっていうちょっと不思議な空間で、こういう車屋さんとかもやったりとか、フラワーショップさん、お母さんが奥でじっと見てますね、こういうところでやったりとか。でこれがですね、あの発色センターといって、あの八戸で一番大きな魚市場なんですけれども、ここでの片付けです。で毎年ここではあの巨大なタラですね、ご祝儀にいただくんですよ。であの男の子がこうタラを持って、でそれをおじいさんが、あこのタラが79歳 の, あのおじいさんが恵比寿前で釣り上げるっていう、リアル恵比寿前の時に使うおもちゃの単位の代わりにリアルにタラをこう釣り上げると。でそのタラがこの日で名をらいでタラ汁として出てくるんですよ。でこれが肝の味がすご
く染みてて、マジで美味しいんですよね。でこの地で飲むお酒と一緒にいただくのが本当に超最高っていう感じで、発色センターで聞くと、ね、このタラ汁を思い出してやまないっていう感じですね。で、門付けの映像をすごいたくさん見せたいの、本当にいっぱいあるんですけれども、こういかにも門付けらしいなっていう映像をちょっとピックアップしたので、それをご覧いただければと思います。はい、音響さん、あやめ大黒舞をお願いします。2月っていうと青森県は何度ぐらいですか？すごいですね。おっさめたもう大黒だ、大黒舞とも這い上げやり、血が豊かになりますようにっていう前になるんですけれども、今ちょっと短かったですが、もう結構ね、青年たちもおじさんたちも超いい感じにこう仕上がってましたね。なんかで、今の高校生3人組なんですけど、練習って日々なかなか学校の部活とかって参加できない、で本当にとびとびの練習で参加するんですけど、本番って4日間朝から晩までみっちりずっとやるわけですよ。なんで本番の方がしかもリアルのお客さんの反応をもらえるし、成長できるって言って、でさっきお見せしたのが、4日間の最終日の一番最後の片付け先だったんですね。もうそこでは高校生の子たちも芸に色気が持っててムンムンでこうやってたっていう、私にとってもすごい感動的な瞬間の映像でした。3日間通してどんどん成長していく。いやもうたまんずっと見てたんですね。たまんないですよね。もう朝から朝8時集合から夜9時まで、3日間でかなり変わりますか？全然4日間ですね。4日間で全然違いますね。なんかもうお客さんの合いの手に答えられるぐらいのなんか余裕とか出てちゃうんですよ。だからそのリズミ感が最高で、でその片付け先に合わせてちょっと文句を変えてみたりとかっていうことも、どんどん即興できるようになっていく、できていくって素晴らしいのですね。でも今の映像もすごい地域で芸がね愛されてるからこその営むかなっていうふうに思いますね。でここからすごいディープな感じに入ってくるんですけれども、演目の中にザ・餅つき歌っていうのがあるんですけれども、実際に紅白の餅を、これは美味しいお酒とご飯ご飯多いですね。本当ご飯美味しくてご飯も、ね、そう祭りにはそうもう交通費と飲み代でも散財するっていうのを決めてるんですけど、で私も戻りますけれども、これ見ながらでいいです。で実際に紅白の餅を巻くんですよ、その餅巻き歌の時で、それがね2日目の片付けが終わった縄台の席で、大体手作りで本当に毎回用意するんですけれども、それを私お手伝いさせていただいたんですね。でそれがやってみると結構大変だと思う。でそんな時の、状況のちょっと動画をお見せしたいと思います。3番のドンパン節をお願いします。出るかな。でおじさんたちの後ろではその奥様が普段踊り踊らないまかないな班のお母さんたちが踊りを踊っている。こういう時ぐらいしか見れないんですよね。そうまだまだ続くんですけれども、そうなんか良くないですか今の。いやなんかこうなんか
今ご覧いただいたのってすごいプライベートなただの酔っ払いの席にしか見えないと思うんですけど、あの私が感動したのはきっと田植え踊りとか、もうこんな風にきっと、ね、田植え作業って今みたいに機械じゃないか一つ一つ手作業なわけですよね。で餅作りの手作業だったわけなんですけれども結構大変なんですよ。で田植えとかだったらすごい広大なあのフィールドをこう自分一人でこうやっていかなきゃいけないとかっていうところをこう仲間がわっと集まってみんなで一緒にやって、でそこに歌があり踊りがありってやったらこう大変なことは変わらないけれども、なんかこうみんなでなんか大変さを共有しながらなんかそれをこう楽しく乗り越えていく、なんかそうそれで生やして乗り越えていくうちにこの田植え踊りとかもこう生まれていったんじゃないかなっていうふうに、餅を作りながら酔っ払いの温度を聞きながらすごい感じていたわけなんですよね。なんかすごく嬉しい瞬間でした。いろんな踊りの、ね、感じがありますよね。この仕事の踊りに合わせて歌うあの歌とか、それから また、皆さんの幸せを願ってやるものとか、そうですね、はい、ここはまた生活に沿った形を見せていただいている。そうですね、なんかああいう形で参加させていただけているのも、あの実はこの八太郎のエンブリングのお世話になっているのが3年目かなぐらい で毎回こう1週間ぐらい開催させてもらうんですよ。のね、祭礼のこう4日間だけじゃなくてその前の準備の段階から宝塚の段階まで一緒にしていただいて、なんかそういうもうなんかもう酔っ払いとか、なんかもう恥ずかしい姿とかも寝て見せても OK みたいなあれの中でこうやっと見えてくるなんか風景なのかなっていうこともあのちょっと嬉しく思ったりしています、ね。もう一つちょっとあの個人的にもすごく大切な動画をお見せしたいなと思うんです。この6月にですね、いくつかの理由でまたあの八戸に行ってきたんですけれども、その理由の一つが先ほど申し上げましたように、あの毎年エンブリ組であの期間中にお世話になっている三上夫婦というご夫婦がいらっしゃるんですけれども、そのお宅に赤ちゃんが生まれたんですね、でその仲間とそこにあの遊びに伺った時の動画なんですけれども、あの今回のトークのお話をいただいた時にこう人は踊るというタイトルを咀嚼したしようとした時に、もう胃の一番にこの動画をお見せしたいというふうに思った動画になります、はい、では5番の赤ん坊舞を音響さんお願いします。あの心配 で三上夫婦にもちょっとあの確認を取ったんですけれども、いやーなんかもうそんなの好きに作っちゃってみたいなこれが芸能だからって言ってくれたのがすごく嬉しくて、で太鼓判いただいたので、ね、出しちゃいました。はい、でね、もうこの豊かさですよね。なんかこうお母さんが笛をやってこう息子さんが太鼓をやって、でお父さんがもう1ヶ月前に生まれたばっかりの待望のしかも女の子、あの上が男の子2人でずっと女の子欲しくって、待望の、長女なんですねをこう長女を抱きながらお父さんが踊りを踊ってで言うっていうのが、なんかこう人はなぜ踊るのかって聞いたら、それはそこにもう人の命があるからだバカ野郎みたいな、なんかもう身の蓋もなぜ踊るのか命があるからだなんかもう本当にもうなんていうか、もう答えだよそれでもうそれでいいよみたいな、もう言葉にならないもう本当に感動的な瞬間だったんですよね。
でこうご覧いただくと単なるこうおふざけにしか見えないかもしれないんですけれども、なんというかな、あのこういかに芸能っていうものが暮らしに密接にあのこう寄り添っているものなのかっていうのをこの動画を通してすごいこう感じられるんじゃないかなと思って、今日ぜひご覧に入れたいと思ってお持ちしました。こういったこう営みみたいなものが、まあ、全国あるいは海外で、広くこう行われているっていうこと、でそれが、ね、あの人から人に、家族から家族に、ね、地域から地域に、連々と何百年という単位で続いていることっていうのはもう本当に本当に豊かなことだなとすごく思います。最後にですね、つい先週あの岩手県の石鳥屋町、八重畑村というところで、撮影したほやほやの動画を、最後にご覧に入れてちょっと締めたいと思います。6番の八重畑お経さん、動画お願いします。行列をしていくって、もう本当にこう豊かさの象徴みたいな光景でした。さっきこの2つ前にお見せした能楽、それから1つ前のエンブリっていうのは、これから、五穀豊穣うまくいきますようにって言って、その、農作物の、作業の前に行う吉久の芸能と言われるんですけれども、今ご覧いただいたのはちょっと収穫祭で、こう1年の初めにうまくいきますようにと願ってたものが、もうすごいもうキラキラした黄金に輝く、田んぼの中で今度は収穫をするの、なんかもう感動いっぱい、胸がいっぱいみたいな感じで、先週は田んぼを見てもう号泣みたいな感じだったんですけれども、なんかこのお祭りに参加する人だけが参加者じゃないですね。これにこういう一行をもてなすお家があって、でそれに料理を出すお母さん方がいて、本当にこうで、そのこのだけの人数を、こう収容できるお家の広さっていうのがすごい重要なんですよね。でいろんなこう芸能を見ていくと、なかなかそういう大きいこうお家、そういう一行を、こうおもてなしできるお家がすごい少なくなってきているということで。